こんにちは、キュウリ放送局です。今日は浜松に向かってます。浜松といえば新幹線ですよね。本日は、新幹線なるほど、発見デーに行きました。浜松駅から、無料シャトルバスが出ているので、探してみます。あった、あれ、何か不吉なことが書いてないか？マジかよ、おわた。仕方ないので、別に案内されていた普通の路線バスで行くことにする。浜松工場までは200円、もちろん有料である。普通の路線バスだと思ったら直通バスで、途中は止まらなかった。だが車内は当然大混雑。やっと近くまで来ました。新幹線が見えますので、もうすぐなのですが、大渋滞でバスが動かなくなりました。ようやく着きました。約40分ほどで到着しました。料金は後払いで200円です。でもここに乗って待つ時間入れたら多分直接歩いた方が早い。いや。回送になって、はい、ああ有名な新幹線の踏切、あ、泣いたよ。電気と、そう、めちゃこう、すごい、敷地内入った。すごい、ここ無駄な空き地。サッカー余裕でできるぐらい広いよね。奥の方にドクターイエローがいる。4試合ぐらいできる。できる。めちゃくちゃ広いよ。向こう側な、どういうこと？8両編成だっけ、ドクターイエローって。が、あそこに普通に止まってるから、何メートルある？計算できない。すごい広いね。奥の方にドクターイエロー。ああ、いますね。あ、撮影、あ、なるほどね、撮影するの、ね、すごい、700系だね。そう？あ、そういうこと、普通に入っていいの？入っていいのか。3両つないでるからすごいよね。何ですかね。
エアコンが作動してるからたまにめっちゃ暑い。ホームぐらいの高さだよ。ちょっと高いか。あ、そう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 。あ、いや、そんなことは高くはない。一緒だわ。駅で見る目線だね。あ、すごい。スポットプールはあるけど、想像してない。そんなに暑いと思わなかったのかな。暑いんだけどさ、ここ。探しです。この島田裕斗君、休憩車両がね、13号車から11号車の方がね、休憩車両で開放されてるだけで、ちょっと乗ってみましょう。すごい混んでる。普通に混んでる。普通に入ってない。さっきの電話ね。どこまで行くんだっけ
とりあえず自由席で名駅まで行こうと思ったけど大体せんべいみたいな雰囲気がどうなってるの。通路っていうか、まあ、普通にトイレを使えるってことは集合場所って分かりますか。開ける普通に開ける。あれ、あー3列抜けあったあった7の A, で A だっけ。あー、いい眺めだな。どこなんでしょうね。前編はここまでです。後編でドクターイエローヤーの車両などをお見せする予定です。ここまでご視聴ありがとうございました。